2017年6月22日、突如としてこのような書き込みがなされた。近所の大家族がムカつく。特にバカ奥に腹が立つ。10年前から腹が立ちっぱなし。私実家の近くに建ってた注文住宅が築1年経ったくらいで売りに出てた。めっちゃ広くて庭もあるし、収納たっぷりでおしゃれだから、私が買おうと思ってたら、その大家族に買われてた。私旦那がカスで、ローン通らないのをいいことに大家族バカ奥どもが買いやがった。そん時は子供4人だったけど、その後増える増える。結果今7人。うちは2人目不妊で苦しんでたのに無神経。その上バカ奥の1番目と4番目のバカガキと学年が被る。本当最悪。しかも子供が変に目立つ。上の子はサッカーや体操で表彰されてんの。それで天狗になったのか最近まで習い事してなかったはずの、うちの子と同級の4番目とかも剣道士出したって。なのに表彰されてやがるの。不細工バカ奥が金でも出したんじゃね？本当最悪。あ、でも底辺大家族だから金なんかないよな。わらわら。子供たくさんいるから家汚いだろうと見に行ってみたら何か綺麗。しかもおしゃれに飾ってる。底辺大家族のくせに腹が立つ。あ、底辺大家族だから物もないんだよね。そう思ってないと腹が立ちすぎて気が狂いそう。私があの家変えてたら、家だって綺麗だった。料理も掃除も頑張れた。あのバカ奥のせいで人生台無し。ほんと消えてほしい。みっともない嫉妬だ。神経わからんのはあんた夫妻の方だよ。なんでよ？確かに少し嫉妬はあるよ。でも明らかにダメ人間の大家族が普通に暮らしてるのが腹立つんだよ。大家族バカ奥の方が神経わからんよ。7人も子供産んでバカみたいに習い事させて仕事してないとか、税金泥棒じゃん。よっぽど悔しいんだ。悔しいってか、分相応な暮らししろってだけ。しかも大家族バカ奥に文句言われた。昔、バカ奥が窃盗で捕まったってデマ流したのがバレて文句言われた。警察行くとか大げさに文句言ってきた。大家族税金泥棒はおとなしくどっか行けって思ってる。嫉妬とかじゃないよ。普通の考え。やっちまったな。その内容で警察ってことは名誉毀損ないかな。刑事と民事両方から絞り取られるぞ。でしょ？ざまあみろ。バカ奥警察に自首って旦那と笑ってるとこだよ。普通じゃないからね。妬みそねみは自分の問題で相手のせいじゃないからやむ前にやめた方がいいよ。自分が辛いだけ。デマ流したならちゃんと認めて謝りなよ。バカ奥が悪いよ。だって私が欲しかった家だよ。私の実家はこの辺だとかなり有名で名手よ。見バレ嫌だから詳しく書けないけど、バカ奥が何やったって勝てないのに。不動産屋も本当はうちに売りたかったって言ったのに。ちょっと意地悪いことだったと思うけど、家買ったバカ奥が悪いよ。ちなみにネタでも釣りでもない。本当にイライラしてる。私が悪いとこより大家族バカ奥と大家族が悪いよ。大家族ってだけでもう底辺じゃん。いや、お縄につくのはお前だが。とりあえず懲役か罰金の選択と大家族への慰謝料でひどいことになると思うよ。え？なんで？あんた頭悪いよ。税金泥棒のバカ奥が警察行くんだよ。冗談で言った私は悪くないよ。メーカーなら親に買ってもらえばよかったのでは？私が欲しかったか、その時は市街化調整区域だったんだよ。新興住宅地と新興住宅地の間にあるから立地も交通も便利だけど、市街化調整区域ってのが親は許せないみたいで、親は買ってくれなかった。でも市街化調整区域だから庭も広いし車も3台は余裕で止めれるし、2階は5部屋ある大きないい家なのに。しかも2年前に市街化調整区域じゃなくなった。この際あの大家族がうちにタダでくれたらいいのに。市街化調整区域って何？簡単に言えば農家とかでなければ家を建てちゃいけない地域。一般人がすでに建っている家を買うのはできても建て直しができない。さらちだったら家は建てられない。担保価値もないから購入時にローンもほぼ通らない。一気残念ながらこの場合むしり取られるのはお前だよ。羨ましいなその大家族。しかもお前の実家名家なんだろ。いっぱいむしり取れるね。お前の金で習い事増やしたり車買ったりするんだろうな。なんで？うちに建てついたらどうなるかわかってるならうちからむしり取るなんて考えたりしないよ。バカ奥はバカだからわかってないかもしんないけど、警察だってうちに文句は言えないよ。お前が犯罪者だから。名誉毀損罪で訴えられたら負ける。というか刑事と民事両方あるから刑事で有罪食らうと民事も負ける。名誉毀損は事実でも成立する。この場合デマなのでまあ勝ち目ない。3年以下の懲役か50万以下の罰金食らった上で民事で賠償金取られる。だから、冗談なの。
手間とかでも冗談だからいいじゃない。心が狭いバカ奥が悪いよ。てか、ちょっと言うだけでバカ奥すぐ文句言うんだわ。バカ奥の子がいつもテストで点がいいから、わざと間違えてでも点下げろって、参観日に子供と一緒にバカ奥の子に言いに行ったんだよ。そしたら次の日担任がそんなこと言うなって電話してきた。担任にチクるとか頭悪いよ。だから担任も教育委員会に通報した。おかしいやつばっかりなんだってば、今のこの辺。昔は良かったのに、冗談も通じないとかありえない。それで訴えるとか、誰も取り合わないよ。私の実家はこの辺だとかなり有名で名手よ。狂人に質問。名手って何の名手なのか教えてください。名手は名手だよ。ひいじいちゃんのお父さんとかは村長だわし、昔は町議会議員とか出してたし、今も町内会とかの会長してるし。合併したりして区になったりしたから今は議員とかじゃないけど、うちに断りなくこの辺りで仕事できないし住めない。新興住宅地が山開いてできたせいで大家族バカ奥みたいなアホが増えた気がする。言えば言うほど自分もバカを晒していることに気づけよ。萩も上塗りって言葉を知っているか。こんなのと同じ町内に住む人が気の毒だわ。でしょ？気持ちわかってくれて嬉しい。私もこんな大家族と同じ町内とか耐えれない。よそ者の大家族が出ていけばいいのに。大家族子だくさんはほんと迷惑。何も名手か答えてないなぁ。名手に突っ込んじゃいけないルールなの？こんなのと同じ町内に住む人が気の毒だわ。これはお前のことだよ。もうほんま勘弁してくれ。え？私？冗談でもやめてよ。わらわら。いやいや、あんたがよその町へ出ていけよ。黙って聞いていれば大家族に偏見を持ちすぎ。内家族の子息はバカに決まっている。テストの点数が自分の子より言い訳がないってその思考がヤバすぎるって。教師があんたに怒るのも当然だよ。自分は地元の通貨だから偉いという考えは捨てなよ。あんたは名門一族の出がらし、萩さらし、花つまみもんだよ。あんたが町でない事件を起こしそうな。そのうちテレビニュースや新聞で載る日の機会は。名手って言いたかったの？いや、名主じゃね。名手って覚えるぐらいだから。名主様か。今から焼きの下座の練習しておいた方がいいんじゃない？冗談では済まされないことしてるからね。次男うまくいくといいね。しかし名士ってほどじゃない実技だな。村長の子孫とか。大家族が出ていくのが筋だよ。後から来たんだし。うちの家柄にひがみ？みっともないよ。うちの旦那も両親も、大家族が消えてしまえって思ってるよ。うちの子は塾行ってるんだよ。なのに行けない貧乏大家族の子が頭いいとか、おかしいでしょ？絶対担任と出てきてるよ。とりあえずママ友や町内会の人には報告したけど、塾行ってないのに勉強できるはずないじゃん。田中角栄。もういいよ。面白くないし。とりあえずこれがまとめに乗るか誰かかけよう。俺は乗る方200円。しかも報告者が聞き、ってタイトルがつくにさら200円。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。